定年後こそ挑戦を、言葉の世界に誘う詩集を紹介。どうも、本を読んだら最高の景色、福沢です。突然ですが、あなたは今生きがいと呼べるようなものを持っていますか？特に近年では定年退職を迎えた後、夢中になれる趣味や生きがいを持てていない人が増えていると言われています。しかし、これまで仕事を頑張ってきたからこそ、定年後は自分のために時間とパワーを使いたいものですよね。そんな方におすすめしたいのが詩です。詩は読むことはもちろん、自分で作ることでも多くの喜びを感じることができます。そして、そんな詩の世界を堪能できる本がこちら、石井浩喜著、青銅電子書籍版です。石井先生はこれまでに数々の賞を受賞してきた詩人です。2009年には山梨日日新聞詩壇の年間賞を、また2013年には山梨県民文化祭にて最賞を受賞しました。その他にも多くの大会やコンクールで作品が入賞しています。この動画ではそんな石井先生の詩集青銅からいくつかの作品をご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください。まずご紹介するのは痛み場という詩です。ここではその後半の部分をお聞きください。キャンパスにパレットの絵の具で胸を焼き尽くす。葉の表と裏が翻る。水色に沈むような深い色、痛み場。時空に偏在するカササギの声、山からくぐり抜けてくる隙間風。声を反芻しながら眺めていた。ゴミくずの一つ一つ実像を拾って、話せない話の底深く刺さる。ほんの小さな花びらほどの言葉、熟れた柿の実が一つ小枝に残った。特に注目していただきたいのは最後の一文です。小枝に一つ残る熟れた柿の実、それはまるで年を重ねることで身も心も熟れていき、そして最後には一人となる。そんな人の一生を思わせはしないでしょうか。美しくも儚い人の定めを一つの風景に投影した印象的な作品でした。続いてご紹介するのは半月という作品です。こちらも詩の最後の部分をお聞きください。忘れえぬあの小道、二人して一つ二つと拾った栗の実、その渋皮の未来に転げた真実、昨日まで重ねた日常、重ね損ねた明日から半月を埋める影もない、今はただ夕日に飛ぶカラスの一群を見ている。かつて栗の実を一緒に拾った人、それは家族かもしれませんし、恋人や友人かもしれません。しかし、人には出会いがあれば必ず別れがあります。一人きりでカラスの群れを見上げる主人公のわびしい背中が思い浮かぶ、そんなラストではないでしょうか。では最後に、本書のタイトルにもなっている青銅からその一部をお聞きください。人が花を見るのではなく、いつものところから人を見て、人の心のありようを問いただすのだ。私たちはよく花を見ることで心の痛みや悲しみを癒します。しかし、もしかすると私たちが花を見ているのと同時に、花の方も私たちの心を読んでいるのかもしれません。花というのは見る者の心のありようによって様々な表情を見せるものなのでしょう。いかがでしたか。本書には今回ご紹介した作品を含め計19編の詩が収録されています。この動画では取り上げた詩の中から一部のみを朗読させていただきました。それだけでも石井先生の紡ぐ言葉の味わい深い響きを感じていただけたかと思いますが、その全容が気になる方はぜひ本をチェックしてみてください。さて、これで今回の動画は終了です。もっと知りたいと思った方は概要欄より Amazon に飛んで読んでみてください。 Kindle 会員なら読み放題なのでお得です。コメント欄から感想もお待ちしてます。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。本を読んだら最高の景色、福沢でした。